パスマートから届きました。コンタブですね。こんな感じ。これがコンタブだ。7個買ってる。これがあれですね。トレカ。で、コンタブから見よう。あ、くっついてるね。じゃん。あ、リズ。ビニール素材だからくっつきやすい。黒髪のリズちゃんの時だ、これ。うん。あ、レイちゃん。レイちゃん。じゃん。あ、ガウル。ガウルじゃない。イソだ、イソ、イソ。ごめんなさい、イソでした。まだ間違えてるのやばいね。イソちゃん。じゃん。あ、ガウルだ。金髪の時だ。ハンコの時かな、ビジュ。売れ残ってたのかな、そのコンタブ。あ、見ちゃった、普通に。じゃーん。あ、ガールちゃんだ。ガールちゃん2つ目。オニオンちゃんまだ来てない。じゃーん。あ、来た、オニオン。なんか懐かしい。前髪がない時代の。え、ユジン？ユジンかな。じゃーん。あ、リズだ。え、ユジンちゃん来てない。ユジンちゃん来てない。リズちゃんとガールちゃん2つ。あら、ユジンちゃんがコズでしたね。めっちゃベタベタするこの服。こんな感じ、コンタブ。そしてこれが、つく特典です。特典目当てで買いました。トレカ。あ、これも、この中に入ってる。こっちも。ツヤツヤなトレカ。せーの。じゃーん！あ、リズ。リズだー。たこ焼きマークのリズちゃん。はい、リズニャンが来ましたね。せーの。じゃーん！え、たこ焼きマーク、ちょっと待って、かわいい。二人とも同じポーズしてるのね。せーの、じゃーん。あ、来た。よし、ちょっと待って、ボケてる。こんな感じ。ビジュガオポーズしてます、オニオンちゃん。今回もなんか当たり前のように、あら、ボケてる。ごめんなさい。今回も当たり前のようにオニオン高かった。4人目、じゃーん。あ、レイちゃん。たこ焼きレイちゃんが2人。このレイちゃんかわいい。5枚目、せーの、じゃーん。あ、イソだ、かわいい。ビジュ置き、イソちゃん。あと2枚、ガウルとユジンが来てないよ。せーの、じゃーん。あ、ガウルちゃん来た。あんまり被らずに来てるくない？最後ユジンだったら普通に被ってないってことだよね。カチューシャ、ガウル。ちょっとなんでボケるの。はい、こんな感じ。あ、ごめんなさい、見えちゃった。待って、普通にあとか言っちゃった。無事に6人来ました。ネックストラップ付きのやつはまだあるみたい。ちょっと高いんだけどね、それが付いてると。とりあえずこんな感じでした。これも収納しなきゃだよね。とりあえずここに入れておく。空いてるとこに入れる。全部1ヶ月くらい前に届いたトレカたちです。カムが決まってから買ってないから、その前に買ったり交換したりしてたやつ。これはサンリオの新作の哺乳瓶のトレカケース、硬質ケースか。こんな感じ、横からね入れれるタイプで、もうマジ可愛くて、でカバンに入れてもかさばらないし、持ち運びやすいなと思って、マジで可愛いからね。はい、そしてこれがユジンのクリオのトレカ。いつ買ったんだろうってくらい保管してたわ。これもそうだね。これはもう持ってるんだけど、ビジュが好みでもう1枚ずつね買ったんです。かわいい、マジ。あ、あとユージンのトレカ、これも。これはタワレコの渋谷2枚同時特典だっけですね。このビジュも好きなので、キラキラ、ハートキラキラ。収納しよう。先にユジン。あ、先に先
切りオニオンちゃんもいます。これも2枚目です。 PLV のオニオン、このねデカリボンのオニオンちゃんのトレカの美女で、実はこれが一番好きなんです。このオニオン C が一番好きなので、ちょっともう一枚買いました。まあ、あともう一つ理由はあるんだけどね。はい、じゃん。これはウィズミューのトレカ、だいぶ初期に出たトレカかな。この金髪ニョンちゃん、これは未所持でした。金髪シリーズ結構あるから持ってるかなって思ってたんですけど、持ってなかった。かわいい。はい、これは中華のトレカ、ラムイルじゃなくてどこだっけ、とにかく中華のオニオンちゃんです。これはで、なんか X で見たんだけど、このね中華のねビジュは裏をね LED で照らすと、なんかロゴが入ってるんだって、ここら辺に。だからロゴが入ってるやつは確実公式ってわかるから、このトレカだけはね、全部じゃないけど、ネイルするときにさ、こうやって当てるじゃん LED とか、それにこう照らしてみたら本物だっていうのわかると思う。ちょっと待って、探してくる。はい、これレジンとかするときに使ってたやつ。これちょっと LED に光るんだけど、もうちょっと電池なくて弱いんだけど、これで照らすとね出てくるんじゃないかなと思います。じゃーん、 KMS だ。ほらここにね出てくるんですよ、わかります？これさ全部のさカードにしてほしくない？これだと本物か偽物かすぐわかるじゃん。 KM ステーションか、 KM ステーションです。これだから手持ちのね、多分100均とか塗ってるかな。私はねシーンで買った、あ、いや Amazon で買った。確かもともと前に Amazon で買ったものなんだけど、しかもアイブマインかららしい。はい、それとじゃーん、お友達からトレカとねプレゼントが届いたんです。これはね頼んでたトレカで、今回もね韓国のお土産入れてくれてた。こちらのパックは私は今度旅行に行くので、その時に持っていこうと思います。マジ嬉しい。じゃーん、マジ可愛いんですけど、可愛いと思ってマジで見て、本当にセンス噛みすぎません？マジで嬉しい。これはトレカですね。これを買い取ったトレカたちです。かわいい。もうね開けちゃってるんだけどね、すでに。このしっかりねこのケースにいつも入れてくれるのも優しい。未所持のトレカたちが届きました。こんな感じです。ちょっと友人ね多めにしてもらいました。本当にありがとうございます、いつもって感じで。私割とこのオニョンちゃんがもうビジュがめっちゃお気に入りすぎて、持ち運び多くなるかなみたいな感じ。これほんと好き、ビジュ。これも可愛い。全部可愛いんだけど、普通に全部可愛いんだけど、もう最後ら辺になると裏面のビジュも似てくるんだね。メッセージがね書いてる。可愛いトレカフレーム、ちょっと開けるのもったいないけど開ける。見て、可愛い、やばい、可愛すぎませんか？これトレカケース、キティちゃんのめっちゃ可愛いわ。ちょっと早速入れてみましょうか。ニオンちゃん、あ、可愛い。どのキティちゃんにしよう。可愛い。やばい。マジ可愛い。じゃん。優勝なんですけど。渋滞してるね、ここにさチェリーもいるしみたいな感じ。かわいい子たちが、なんならこれもちょっとキティちゃんに見えてきた。なんか耳が猫っぽいしそしてじゃーん、もうマジかわいい。これもミスターバニーちゃん、マジでポップアップ行きたすぎて、絶対機会があったら行くつもりです。これトレカ入れなくてもかわいくない？せっかくだからちょっとおにゃんちゃん、このピンクオニオンちゃん入れてみようか。これだけでも可愛いんですけど、やばい可愛い。優勝またこれ。はい、こんな感じ。え、マジで最高。ほんまにありがとうほんまにありがとう。持ち運びのトレカケースがまた増えた、嬉しい。ちょっと収納しようかね。そしたらちょっとナビゲルユジンちゃんのトレカも増えましたね。
でも青のケース初めてだからちょっとデコりたい。シナモンみたいに青にハマってるんで。よいしょ。これめちゃくちゃ可愛い。めっちゃビジュ良い。このガウルちゃん出来上がり。これもね KMS なんですよ。なんか KM ステーションってさ加工が強いっていうか、めっちゃ肌が白いちょっと加工強めじゃない。これもロゴ入ってると思う。あ、入ってた。無事に公式ですね。どちらも。そう、これをね、ここに入れたくて買ったんです。で、2ずつでね、揃えたいと思って、お気に入り。そして、金髪オニオンは、ここに入れておこう。こんな感じ。ここにさ、US 版入れたいんですけど、2万円くらいするんですよ。無理みたいな。無理って感じ。あ、ここに、さっきの、まあでもこれとこれ揃えて入れたいかも。これここに入れようって思ってたけど、ちょっと入れるのを見直して、やっぱりこれとこれはおそろで入れよう。なんか加工具合がさ似てていい感じなので、ここも金髪美女を入れたい。ここ、ここも何か入れたい。似てるやつ、ここは全然溜まってない。似てる美女があと2枚あるんですよね。下地特典と、あと一つ、どっかの特典、スタンドウェーブだけが同じビジュなんで、欲しいんだけどね、全然、ゆるーくって感じで、全然ですね。まあ、あと、ここら辺はちょっと、適当に。これはどうしようかな。これも、ここに入れておこう。よし。こんな感じ。裏ビジュが似てるんだよね、これとこれとこれと。まあ後でいろいろ考えながら収納してみます。サウンドウェーブはサウンドウェーブで一緒にしたりとかしてからやってみる。じゃーん、アイブちゃんのファンコンのグッズが届きました。大工さんに頼みました。今回はピーダさんです。開けよう。はい、今回はねちょっとしか買ってないです。気になるものしか買ってないし、ランダムもね全然買ってないです。なのでだいぶ Vlog につなげました。じゃーん、でかっレイちゃんのポーチめっちゃかわいい。超でかいけど、じゃーん、はい、思ったよりでかいレイちゃんのポーチです。開けよう。あ、モニョンちゃんはスリッパだったんだけど、レイちゃんのポーチを私は選んだので、お、入ってますね。誰か証明写真と同じビジのこんな感じセルカではないけど、こういう感じのトレカも良くないですか。まっすぐ見てるやつ証明写真と同じビジっていうのいいと思う。ちゃんとね曲がらずに来ましたね。じゃーん、レイちゃんのふわふわピンクポーチこんな感じです。大きさどうしたら伝わる。あ、そう、なんかね、TikTok でこのペンラをね、入れてた人がいたんですけど、ペンラ入るって思って、あ、ギリ入るわ。斜めにすれば、ペンラポーチギリいけるって感じ。まあ、ふわふわだし、衝撃にはね、耐えられそうな感じ。頑張ればペンラ入ります。それぐらい大きなポーチです。何よりこのね、キーホルダーが可愛くて、レイって書いてる。レイちゃん、本当になんか、わかってません、ライブの心。激闘なんですけど。こんな感じ。本当に可愛いレイちゃんのセンス抜群のポーチ。はい、私はこのポーチと、ウニョンちゃんのファイル？ウニョンちゃんセットみたいなのがあって、それも頼みました。じゃーん。ファイルだ、これ。この中にね、いろいろウニョンちゃんのね。あ、ちなみにガチャガチャファイルだったじゃないですか、第一弾。私は、やり損ねたので、していません、ファイルは。
魚いろいろ出るしねと思って諦めました。じゃーん、マニアのファイル。これにはお、誰かも入ってた。ポスターなのかこれは。おお、マニアちゃんのねポスター、フォーカットのポスターが入ってた。しかもサインここにある。今回はこんな感じなんですね。そしてチラッと見えてるかわいい鳥か、かわいい。まあ鳥か目的で買ったんですけどこんな感じ。マガジンアイブって書いてる。もう入ってないベレー帽をかぶったお兄ちゃんがかわいいです。春っぽくて。そして最後、これはランダムトレカです。ここだけ買いました。全然買ってないですよね今回。本当にグッズ本当は欲しいものはまだまだあったんですけど、頑張って抑えた結果ですそれではこれから開けましょう。今回も3枚かな入ってるの。じゃーん、お、イソちゃんだ。急に見えた急にじゃーんとか言ってかわいい。イソちゃん来ました。はい、2枚目はじゃーん、イソちゃん、ミズちゃん、イソちゃん。最後じゃーん、あ、レイちゃんとガールちゃんだ。かわいい。レイちゃんとガールちゃんは今回のねツアーで一緒に踊ってました。ペットボトルチャレンジしてて。こんな感じです。1枚目、1袋目か、1袋目。はい、2袋目いきます。じゃーん、あ、レイちゃんかわいい。このレイちゃんストレートレイちゃんです。かわいい。じゃあ2枚目、じゃーん、リズちゃん、ニコニコリズちゃんかぶりですね。せーの、あ、おにょ、誰でしょうか。ニャンちゃんとガールちゃん来ました。はい、3枚目。ちょ、このレイちゃんマジでちょっと可愛すぎませんか。好きなんですけど。はい、行きます。じゃん、これは誰かな。緑だよ。あ、レイちゃん、あ、レイちゃんだ。見て、レイちゃんでした。可愛い、可愛くない。はい、ポニテ、ポニテしてるレイちゃんですね。2枚目、あ、ガールちゃんだ。キミ、あ、ユジン、ユジンとガールだ。可愛い。ユニット来た。え、可愛いんですけど、ユジンも可愛い。はい、3枚目。あ、リズじゃない、これ絶対リズ。あ、かわいい。リズちゃん。で、このリズちゃんかわいいんですけど、美獣。お姫様みたい。はい、じゃあ4枚目ですね。さあ、誰かな？じゃん。あ、ケミだ。え、待ってよ。これレイちゃん？これガールちゃん？あ、あ、あ、かぶってた。これ持ってた、持ってた。レイちゃんとガールちゃん。持ってましたね。はい、2枚目が。あ、リズだ。え、めっちゃリズ、かわいい。お姫様なんだから。この美獣好きなんです、リズちゃんの。はい、3枚目。え、これオニオンっぽくない？ほら、オニオン来た。セルカのオニオンだ。しかもかわいい。ストレート。これとね、違うビジュが来て嬉しい。はい、最後。最後ですね。え、さっきのユニット入ってたか。え、最後なんですけど、早っ。じゃあ行きまーす。じゃじゃーん。え、オニオンっぽいんですけど。この帽子は？あ、来た。オニオンだ。来ました。オニオンちゃん。ガールちゃん来てないんですけど、単体の。はい、じゃあ最後。あ、イソとガール、かわいい。ちゃんとガールちゃんのユニットでした。こんな感じでちょっと被り合ったけど、もうユジン運がねないんですけど、私前回からユジンとガールちゃんが来てないですね。で、キミのトレカはこんな感じ。じゃーん。これはね、ゆるーく集めようかなって感じですまあ、ゆるーくカムバもあるしってことで、今回のダイブ Vlog は終わります。見てくれてありがとうございました。バイバーイ。